メアか。今日はいきなり抱きついてこないのか。よかった。でもなんかニコニコしながらついてくる。俺に用でもあるのかな。メア、俺に何か用か。ん、別に何もないよ。じゃあどうしてついてくるんだよ。簡単だよ。リト先輩と一緒にいると面白いことがたくさん起こるからね。あ、そうかな。そう、リト先輩といると退屈しないんだよね。楽しいこととかエッチいこととか。エッチいって、メア、お前俺のことなんだと思って。あ、あの先輩も面白いことを起こしてくれるんだよ。え、あの先輩？そこにいらっしゃるのはリトさんとメアさん。見ててね先輩、腕だけをトランスしてっと。バウ！メアってやっぱり面白い子だな。